I'm making memories with you. All of the stupid things we do. はい、皆様どうもお久しぶりでございますという感じになります。皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ですね、では初めましての方もいらっしゃると思いますので、こちらの番組の説明を簡単にさせていただいた後、いつも通り始めさせていただきたいと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。こちらの番組は、西企画代表取締役の西俊久さんの方で、皆様の暦、普段あるその対案とか、吉日とかそういうようなものもいろいろありますが、そういう暦をですね、自分の生活の中にうまくデザインして組み込むことによって、いい、まあ、この楽しい生活を送っていきましょうということで、ジュニア先生といいますが、西俊久先生が、その皆様のご質問にお答えをするという番組になっております。で、私の方が、それをパーソナリティという形で、いろいろとお相手役をさせていただいている番組になります。事前にいただいているご質問があった場合には、そちらも、回答させていただきますが、基本こちらライブ配信になりますので、完全なる生放送、もちろんアーカイブとして残りますので後日ゆっくり見ることはできますが、生放送の良さを第一にさせていただいて、チャットでご質問いただいた内容であったり、はい、もしくは普通に話しかけていただいたような内容、例えばたこ焼きは好きですかみたいなような内容も含めまして、すべてここの番組の中でいろいろと皆様と会話をしながら時間を過ごしていきますという番組になっております。それでは改めまして、自己紹介からお願いいたします。どうぞ。では私から、群馬県富岡市にて有限会社西企画営んでおります代表取締役西企画西俊久です。どうぞよろしくお願いいたします。最近のマイブームは2つ、はい、1つ目がデニム生活を1ヶ月と7日目1つ、2つ目がキャベビーマックス最高。どうぞよろしくお願いいたします。なんかキャベビーマックス、キャベビーマックスっていうのが、はい、千切りをキャベツの千切りをするための最新のピーラーなんですが、はい、もう最近はそのキャベビーマックスの回し物かのように、うん、こうもうみんな自前のピーラーなんで、はい、ゴミ以下だ。ゴミキャベビーマックスさえあれば、うん、5分でふわふわ千切りキャベツが山盛り作れるっていうんで、はい、1200円から1500円の投資を皆さんにお勧めしているところです、うん、なるほど、うん、キャベツね、やばいです、うん、ご存知ではないですか。うん、知らないですよ。僕も知らなかったです、うん、去年の終わりまで、うん、もうみんなは使ってるみたいなんですけど、キャベビーマックス。うちはね、千切りだと不都合があるので。もうなんで？あのね、犬食べるんですよ。うんうん、千切りって食いづらくて、こう、うん、あの葉っぱのこういうふうにしてる方が、うん、この
まあ、子供たちって言いますけど、うん、ワンコが食べやすいわけですよ、うん、なるほどなるほど。だから人間もそれに合わせて、うん、千切りというものを、うん、食べることなく、うん、この葉っぱのやつをチンして、あー、それはそれで大事です。温野菜にしてあったかくして食べた方がいい。確かに。ただ千切りをたくさん食べられたら嬉しいですよね、うん、僕ね、どっちかでは好きなんですよ、うん、ね、特にとんかつ屋さんで食べ、うん、分かっていただけます、うんうんうん、あのね、ご飯を食べずに千切りキャベツを食べるぐらい、うん、好きなんですけど、うまいですよね、うん、自分で作る千切りキャベツが嫌いで、うん、まずめんどくさい、まずめんどくさい、あとめっちゃ丁寧にやっても、うん、100切りキャベツぐらいになっちゃう、うん、なんか自分では納得がいかないぐらいの、はい、幅になっちゃう。しかも、うん、めっちゃ台所が汚くなるんですよ。うん、キャビンワックス違いますよ。まず丼だけあればいいです。まな板包丁いらない。丼用意して、その上にキャベツをおもむろにこう、うん、まあ、1回ぐらい半分ぐらいのキャベツできるといいですね、うんうんうん、これをこう持ちまして、うん、こうやってやれば、うん、指2本でいいです。こうじゃなくていいです、うん、こうでもうこうでふわーって、へー、それが今もうマイブーム。そうだから、キャベツがあってキャベビーマックスがあれば、うん、佐藤さんに、うん、ちょっと千切りキャベツ足んねえな、うん、ちょっと作ってくれるって言ったら、うん、5分であよっつってパッてやって、でもこれまた冷蔵庫戻して、キャベビーマックスさーって水で洗って。どんな形してるんですかね。ピーラーと同じです。へえ、 T字のやつに2枚刃、うん、へえ、で刃がちょっと特殊な構造になってるのかな、はい、でそれでさーってできる。へえ、いや、あのちょっと初めて知りました、うん、はい、最安1200円、最安1200円、うん、うん、高いと1500円、1800円とかもするのか。でもね、うん、物、道具は使えば、うん、1200円とか1500円とかあっという間ですよね。そうなんですよ、もう本当におすすめです、うん、買って使わないから無駄になってる気がするんですよね。買って使えばね、うん、もうそれは利益にしかならないので、うん、素晴らしい、新しい世界を見ることができるので、うん、まだキャベビーマックス使ってない方おすすめです。キャベビーマックス、うん、ぜひちょっとご検討ください、うん、はい、そして御社、はい、私はですね、ジュニア先生の今回パーソナリティ役として、いろいろ話のお相手をさせていただきます、佐藤秀光と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今ちょっとね、はい、どうしてもカメラの明るさが気になるので、うん、お願いします、ね、ちょっと話をしていてください、うん。ちなみに僕がキャベビーマックスというふうに皆さんにご提案しているのは、2024年が新境地の開拓であり、挑戦、新規、未知との遭遇、前進の時だからです。そうするとみんな挑戦や未知との遭遇、新規開拓、新境地の開拓のことやけに難しく考えちゃうから違うんだと。既存のピーラーで満足することなく、最新型のピーラー、つまりキャベビーマックスを1つ1200円で買うだけで立派な挑戦、新境地の開拓になるから、試しに買ってみなっていうお話でございました。なるほど、うんうん、今年のテーマですね。はい、はい、今ちょっと直してみましたので、ありがとうございます、はい、ではですね、はい、早速始めさせていただきますが、はい、その前にコメントを早速いただいておりますので、ありがとうございます。読み上げさせていただきたいと思います。セブンジーナオエッサさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。七石金星です、うん、今年は住宅ローンの借り換えを考えております。おーおーおー、運的に何か気をつけることなどございますか。ないですね。ないです。ない、もう今年行きましょうっていう感じです、うん、まああえて言うなら、あ、でもこれあえて言わなくていいや。もう前提として先を見据えての借り換えになるから、もうまさにそのための年です。うん、ないです。なるほど、うん、住宅ローンね、今一番難しい時期ですよね。判断が、正解なんて誰も教えてくれない、うん、そうそうそう、絶対保証された道もない。まず変動なのか固定なのかっていうのもそうですね、うんうん、あとはその固定であれば、まあいい時期の多分住宅ローンだと思うんですけどね、うんうんうん、変動であればこれから
利率が下がることはちょっと考えにくい、うん、上がることが想定される中では、うん、やっぱり銀行選びであったりだとか、うん、そういうのも必要ですもんね。いや非常にまあ、住宅ローンっていうのは難しいあれですけど、ぜひいい形にこうなっていただく、良いと信じた道を行くが正解だと思います。だから運的に気をつけることは一切ないないということですよね。はい、はい、かしこまりました、うん、ではですね、はい、コメントの方がこちらでちょっと一旦は終わっておりますので、はい、では今日の、はい、流れを進めさせていただきたいと思います。はい、新春暦読みオンラインというのが、うん、去ると言っていいんでしょうかね、はい、1月13日、はい、うん、1月13日に、うん、新春暦読みオンラインというものを、はい、2024年のですね、こちらの YouTube チャンネルで配信をさせていただきました、はい、こちらはアーカイブで見られるようになっております、うん、はい、でアーカイブどこにあるんよというのを分かりやすいように、こちらのですね、うん、YouTube チャンネル、今放送している、うん、この概要欄のところにリンクを貼ってあります、うん、ですからこの概要欄からポチッと言っていただくと、うん、2024の、何でしょう、うん、アーカイブが見られますんで、うん、ぜひそちらを見ていただければと思います、うん、そして見てみたんですけど、うん、やっぱ長いんですよ、うんうん、まあその分濃いって言ってもらえるとありがたいんですが、うん、長いので、うん、1回でね全部見ようとしちゃわないで、うん、まあ、何回かに分けて洗濯物でも畳みながらのんびり見ていただけるとありがたいです。はい、そして、うん、なんとなんとなんとですね、昨年まで、うん、未達であった、うんうん、いよいよもって YouTube チャンネル登録者数が1000人を超えましたということは、うん、ありがとうございます。本当に皆様のご協力のおかげさまでございます。はい、ありがとうございます。もうかれこれ、うん、もう5年ぐらいになるんですかね、うん、前から続けさせていただいて、うん、地道に、まあ、他のところの YouTube チャンネルがドーンと上がったりしますけど、うん、まあ、我々はですね継続ということでなんとか、でもぶっちゃけ5年前、うん、4年前の時点で1000ってそんなにがっついてなかったじゃないですか、うん、でもやっぱ800、900ぐらいまでなってくると、うん、あ、これいけんじゃねえか、そう、行ってみたいなって感じになりましたよね、うん、って言ってからが、まあ、1年、2年かかりましたよね、うん、やっと先日の YouTube 配信の直後に1000を突破しました。おかげさまです、本当に皆様、はい、ありがとうございます。で1000を超えたからじゃあ何かができるようになるかというと、うん、実はまあ、うん、ないんです、うん、はい、YouTube はいろいろと変わりましてですね、うん、まあ、例えば、うん、1000人超えたんだから、うん、収益化ができるんじゃないか、うん、なんていうふうに思うかもしれないんですが、うん、全然そのための条件はクリアしておりませんので、うん、まあ、これからもですね、うん、多くの人に登録をしていただけたという幸せを感じながら、うん、進めていく上で1000を超えたのはとてもありがたいなと思っております、うん、であれですよね、もしも、うん、アプリ登録していただいて、うん、設定をしてもらえているとするならば、配信時にそのアプリに YouTube 登録したチャンネル登録したものが配信されましたよみたいな通知は来るんですけど、うん、そのチャンネル登録の数によっては埋もれるんですよ、うん、100も200も登録してるから1つしかしてなければ、まあ、100、200じゃなくてもう本当に、20とかそれぐらいでも埋もれちゃうんですよ、うん、ですよね、うん、だから、うん、まあチャンネルを登録しておいていただくと、うん、ここに登録したチャンネルみたいなのが出てきたり、うん、登録チャンネルには行きやすくなるんで、うん、ぜひぜひこれからもですね、おあいつら何やってんだなと思ったら、うん、そのリンクから見ていただければと思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずは1000人超えてね、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。では、はい、前、あ、ですね、うん、コメントいただいてるんで、そちらを、うん、はい、セブンジー直久さん、ご見解ありがとうございました。答えはないですけど、チャレンジしてみます、うんうん、そういえば、1000人超えてますよね、おめでとうございますということで、ありがとうございます。もう本当に、本当におかげさまです、皆様のおかげさまでございます、うん、ありがとうございます。1000っていう人っていないですもんね、全部が一人一人がこう登録してくれたから、そうそうそう、うん、もうみんな本当に1000人にありがとうって言いたいです、はい、うん、もう本当にこの場をお借りいたしまして、本当にお礼を申し上げたいと思います、う
では、毎月の、はい、これは定例になるものになりますが、はい、今月の運勢ということで、はい、ジュニア先生の方からお願いいたします。じゃあ2024年2月の暦を読み解きたいと思います。お手元に有機暦2024お持ちの方は103ページ104ページを開いていただくと、そちらに2月のマンスリーカレンダーが見つかります。これとみんなと同じものを見て、そこからどんな風に運を読み解いていくか、僕なりの解釈をご紹介します。まず一つ目のポイントが、2024年2月が発見、問題の噴出がキーワードになります。発見の月であり、その発見のきっかけとなるのが問題の噴出。怪我してみることでどこ治療した方がいいかようやく分かるとか、失敗することで自分が潜在的に抱えていた問題に気づけるであるとか、喧嘩をしちゃったとしたならば、喧嘩をするような付き合い方をしてきたんだと思った方が良さそうですみたいな、そのネガティブ不都合な事象が悪運としてではなくて、それそこに気づいてきっかけとして現れるなんていうことがつらつらと書いてあるのが一つ目のポイントになります。二つ目、2024年3月の1日に本年度最初の木の稲の日がやってまいります。この最初の〇〇って暦の上で割と重要になりまして、例えば最初の馬の日が初馬の日とか、最初のお不動様の日が初不動の日であるとか、そんな風に最初の〇〇って特に縁起がいいとされて、お祭りをしたりであるとか、他の吉日よりも縁起がいいよなんて言われたりもするんですよね。そしたら西企画において最も好まれる、僕が好きでよく使う木の稲の日の最初が3月の1日。このタイミングで特に特化していいよって言われるのが縁起物の初おろしでございます。で、群馬の縁起物といえばだるまなんですけども、だるまの命令に最適なタイミングとして3月の1日を有機暦では押してます。皆様、3月の1日ご予定は決まっているでしょうか？そこ白紙のままにしておくの惜しいです。だるまをお持ちのことであるならば、だるまも置いてもらって OK、 飾ってもらって OK、 それに目を入れるタイミングをこの3月の1日にできると素敵。ちなみにだるまの目を入れる方法まで書いてあったりします。84ページを開いていただくと、そこにだるまの目入れ1、2、3っていう3ステップ書いてあるので、初めてだるまの目自分で入れますよなんていう方はそちらを見ていただければ、3月の1日にどのような儀式でだるまに目を入れていけばいいのか書いてあります。ぜひご利用ください。最後に3点目のポイントでございます。それが2024年2月が休息の月って書いてあります。この休息がちょっと通常の休息とは一味違う休息でして、ここには書いてないんですけども、どうしてこの休息がちょっと一味違うかをご紹介するためには、気が早いんですけど3月4月の運を読み解かなくちゃならなくて、2024年度4月は本年度の最重要期間で最も大きく運が動くピークポイントになります。これを超繁忙の4月とします。で、その直前の1ヶ月3月がもうもはやトップスピードで動いても申し分ないって言われる超助走の3月。つまりこの2月を過ごし終えたら3月4月と2ヶ月連続で2024年度の勝負どころがやってくるんです。だから何もしないでとにかく体調管理に当てておくっていうだけの休息の2月の過ごし方をしてしまうと、3月4月の新年度のスタートダッシュに間に合わないっていうことが起こってしまいます。もちろん3月を迎えた時点で4月をいざ頑張ろうってなった時にガス欠を起こしちゃうような、そういう無理な2月の過ごし方はやめた方がいいと思います。それペース配分の失敗であり運のデザインの失敗です。
そうじゃなくて3月と4月に向けて良いコンディションで一番忙しく充実の2ヶ月間を過ごせるように2月どう体調管理をしますか、どう事前のミーティングを済ませておきますか、どれだけ作戦会議をして12ヶ月を過ごすスケジューリングを練ることができますか、必要であるならば予約もしましょうね。そんな風にして2月を過ごし終えた時点で体力は余力がある、またさまざまな水面下での根回しであるとか準備は済んでいる、まだ実行はしてないんですよ。頑張りどころは3月4月だから、でも頑張りどころで頑張るためのある程度の根回しがもう終わってるという状態にしたい休息の2月となります。現場からは以上です。ありがとうございます。今年はね、うん、早いんですよね。早い、そう、4月が最もその運気が動く、運が動く、はい、運の作用が強いと言われている月なもんで、はい、ということでポイントの3つ目で確か休息というのが、はい、まあ、通常の休息とは違うよというのがポイントであるということなんですね、はい、うん、おっしゃる通りでございます、はい、超助走っていうのが来月に来るんですよね、うん、はい、じゃあちょっとこの、2、3、4ってこう季節の変わり目、はい、気温の変化も高いと思うんですけども、うん、まあ、やっぱりその辺の体調管理しながら行かなきゃいけないと思いますかね。特に2月は1年の中で一番寒いっていうふうに言われるタイミングで、物流も景気もちょっと停滞気味になったり、人のやる気も落ちちゃったりすることあると思うんですが、そこで気温に負けてそのまんま停滞しちゃうと3月4月に間に合わないかなって心配してます。なるほど、うん、かといって無理は禁物、うん、3月で疲れちゃう、4月まで持たないっていうのがあるので、うん、そこら辺のさじ加減がセンスかなって思います。なるほどなるほど、うん、じゃあ、まあ、そういうような月でありながら、うんうん、でもう一つ大きなポイントとして3月の1日、はい、初木の絵ですか、はい、そちらの使い方というのをこうどうしようかななんていうのを楽しむっていうの、はい、こともあるってことですよね。もうそうすることで、うん、自然と3月、4月に向けた流れもできてくると思うので、うん、3月1日はしっかりと充実の日にできるといいかなと思います、うんうん、でそのためにも、うん、動いたからこそ分かるというような行動をした方がいいと思います、はいはい、頑張るっていうんじゃなくって、うん、頑張れる体制を作るっていうかね、うん、で何か経験とかをすることが気づきになったりする、はい、ということを、しかもどちらかといえば、はい、ネガティブなきっかけです。なるほど、うん、でもネガティブっていうのはねポジティブの始まりですからね。そうなんです、うん、本番で失敗するんじゃなくて練習で失敗しとけみたいな、うんうんうん、そういうイメージに近い気がします。なるほど、ということでジュニア先生より、2024暦上の2月の過ごし方、うんうん、ページこちらの雪暦をお持ちの方は、うん、ページとして、うん、103、104ページ、うん、こちらを見ながらですね、うん、いろいろと計画をして見ていただければと思います、うん、よろしくお願いいたします。我々で言うならば、うん、1月から、コツコツと基地包囲旅行計画立ててきたじゃないですか。そうですね、うん、はい、あくまでその実行は4月です、うん、でも2月中に宿の予約は済ませたいと思っております、うん、なるほどなるほど、うん、じゃあまあ、実は基地方旅行のね、うん、決め方なんていうのも共有できたらななんてさっきジュニア先生がおっしゃっていたので、はい、後ほどそのお話もさせていただきます、はい、お願いします。まず今月の運勢ということで現場からは以上となります。でですね、はい、まあ、今月の運勢が終わっていつもは事前にいただいているご質問があった場合は、うんうんうん、そちらにお答えするということなんですが、うん、今回は、うん、事前にいただいているご質問はございませんので、はい、皆様の、チャットのご質問に対してこれからまたいろいろと進めていきたいと思うんですが、うん、私たちがこれからその例えば基地方位の決め方だったりいろんなちょっとくだらない話をさせていただいている間にですね、もしこちらのチャットに入れていただきましたら、うん、それ全てお答えをさせていただきます。ご質問ご相談お待ちしております、うん、ということでまず最初、はい、何でしたっけ、お題が
カレーライスはいでしたね、はい、スパイスカレー、はい、スパイスカレーこれね、あの、うん、ちゃんと意図があります、はい、なのであの一瞬話を預けてください。どうぞ。預けました。1月に初ツーリングに佐藤さん行きたいですねって話したんですよね。ちょうどその新春暦読み2024オンラインの時に話したんですよね、うんうん、あ、そうだそうだ、ね、で、うん、その後にじゃあ土曜も入っちゃうから土曜前にツーリングの予定を決めて、うん、どっか出かけましょうよと。極寒の中、寒かったですね、はい、行ったんですよ、うん、いつもだったら、うん、ラーメンツーリングです。はい、いつもだとラーメンですね。我々は鶏白湯ラーメンを求めて西へ東へって言ってたんですが、今回うまく見つからなかったんですよね。そうですね、鶏白湯が、うん、見つからなかった。あの佐藤さんこれどうですかって自信満々で言った、それがもうすでに行った場所だったりとか、そうそうそう、ここだったらどうですかっていうのが普通のチェーン店で別のチェーン店で行った場所だったりして、うんうん、ああどうしたもんですかねって話になったので、じゃあ佐藤さんがちらっと言ったんですよ、カレーもいいですね、うんうんうん、だから僕の中で、ね、若干インドカレーとか、うん、あとはナンのカレーとかが、うん、なんかちょっといまいちだなっていうのがありまして、うん、あじゃあ佐藤さん今までお連れしたことないんですが、うん、めっちゃおすすめのスパイスカレーのお店があるので、うん、ちょっと遠いんですけどそちらに行きませんかっていう話になったわけです、うんうん、なりましたね。それが高速で行ったら、風がすごくて、うん、飛ばされそうになるわ。そう、暴風注意報が出てたんですよね、うん、それと寒かった、かつ途中は砂嵐でした。うん、そうだ、そういうのありましたね。散々、ね、あのブーブー言いながら2人でたどり着いたスパイスカレーのお店、うん、一応これ僕の中では、あ、佐藤さんと初めてのスパイスカレー新境地の開拓、うんうんっていうんで良かったなと思ってお連れしたんです、はい、そしたら見事気に入っていただきまして、めちゃくちゃうまかったですね。そう、はい、あのね、お店を出てからも、うん、30分ぐらいずっと佐藤さんに言ってたのが、うん、もう一杯頼めばよかった。そうそうそう大盛りじゃないんですよね。そうそうそう、もう一杯頼めばよかった。もう一杯ね、そうなんですよ。いやでも本当にめっちゃ美味しかった、うんで、それそこまでは、ね、新境地の開拓として良かったんですけど、うん、その後ね、僕思ったのが、佐藤さんとあの後も、じゃ次行った時にはお互いそれぞれ好きなものを頼んで、うん、もう一つ、うん、あの最初から頼んじゃいましょう、もう、うん、3皿頼んじゃいましょう、2人で3皿頼みましょうなんて、うん、はい、これがですね、うん、あ、これ新境地の開拓であり、これが挑戦だわと思ったのが、うん、スパイスカレーのお店に行きました、うん、初めてのお店です、うん、これで初挑戦できました。だからもう二度と二度目のそのお店は行っちゃいけませんにはならなかったじゃないですか、うんうんうん、行ってみましたと、美味しかったです、気に入りました、次はこのメニューも試してみたいとか、うんうん、次行くときにはこういう風にしてみたいっていう、うん、次の初めてが生まれたじゃないですか、うんうん、はい、これが挑戦だわってすごい自分で感動したんですよ。なるほどね、うん、ちなみに今日初めて、うん、見る方からすると、うん、はい、なぜ挑戦挑戦と言っているのかっていうことが、35ページ35ページ、はい、そう、なぜ挑戦挑戦と言っているのかというのが、うん、これはもうあのまずこの暦をお持ちだと35、うん、36ページに、うん、を見ていただくのがまずいいと思うんですが、はい、ここにそういうのが書いてあるんですよね、うん、書いてある。一番重要なのはキーワードが開拓で、その、ね、紐づく運勢が新時代への突入。我々はだからスパイスカレーによって、うん、新時代に突入したなと思ったんですよ、うん、ということでですね、うん、今なんかその新境地開発とか挑戦って言ったら、うん、そういう意味なんですが、うん、そうなんです、うん、私もね、あのカレーライス、カレーと言っていいのかな、まあ、スパイス今時の流行りらしいんですよ、あのスタイル。へー、あのわっさーってかかってるの流行りなんですね。流行り、ス
パイススープみたいな感じでしたね。サラサラな小麦粉を使ってね、グルテンフリー、うんうんうん、で僕ねちょっと違ったんですよあの時まで、うん、とにかく初めてのところにばっかり行かないといけない、行けないと思ってた。だからスパイスカレーの次は、うん、佐藤さん次は新しいお店どこですかねとか、うん、もうカレーは行っちゃったんだから次は何ですかねっていう風に、なんかこうフラフラと自分に2度目3度目を禁止して、うん、初めてじゃなくちゃいけないみたいな、うん、それが挑戦であり開拓っていう、うん、なんかこう偏見、うん、があったんですけど、はい、まあよくよく考えてみればあの時頼む時にまずめっちゃメニューがあって、そう、うん、ちょっと厳しかったですよね、メニューありすぎて、うん、おすすめとか書いてないし、でキーワードになるのが、うん、スパイス、うん、というのと私の中でココナッツ、うん、そしたら物の見事に2人とも同じものを頼む、ね、そう、はい、それってなって、うん、でつまりはまだ開拓できてない別のメニューが、うん、同じお店の中にもある、何でしたっけ、あのキーマカレーじゃねえか、そうドライキーマ、ドライキーマとかね、そうしかもあれ羊肉のキーマの時もあったりするし、あの非常にね美味しかった、いやで、うん、お店の雰囲気も良かったじゃないですか、うん、でそうすると何でしょう、もう2回目がダメとか同じお店行っちゃいけないとかがなくて、うん、1回何かで挑戦ができてると2歩目3歩目が自然と決まってくるのが全部トータルで新境地の開拓だと思ったんです。なるほど、あれでなんて言うんでしょう、目が開いた感じがしました。ジュニア先生はそういうことをあの時考えてたんですね。考えてた。しかも今のはメニューってだけですけど、あの時2人で帰り道に話したのが、うん、これも今まであんまなかったことなんですけど、うん、まず一つ一皿頼もうよ、それとは別にもう一皿頼もうよっていう、このスタイルも新しくありません。うん、確かに、うん、そう、初めてじゃないですか、うん、松本のカレー屋さんだってしなかったことですから、うん、で食べきれないからこれをシェアしましょうとかはあったけど、うんうん、これも頼みたい、これも頼みたいって時にもう最初から3品で次から行きましょうっていう新しい開拓がなされるっていう、うんうん、で3品ずつ頼んでっても、うん、あと10回ぐらい行かなきゃいけないですよね。確かにトッピングが違ったりもしますからね、うんうん、あのしかもあのその日だけのメニューとかもあったりするんで、うん、だからあ挑戦ってこういうことかもな、新境地の開拓って自分に2度目3度目を制限することじゃないんだなってめっちゃ勉強になって、すっごい楽しかったです、あのツーリング、うん、行ってよかったです。あのこれがいわゆる運をデザインするってことですね、うんうん、おっしゃる通りでございます。挑戦するっていうことをこう考えていったら、うん、新境地が生まれて、でこんなようなまたあの考え方になったと、うん、いう、まあ、これ実はあの作った話じゃなくてもう本当にその事例なんですけど、まあ、そういう風になったっていうのが、そうですね、これも初めてだったのが、うん、佐藤さんもう今日中に次のカレーツーリングの予定決めましょうって言って、うん、またそのお店に来るツーリングの日を決めてから解散したんですよ。そうですね、うん、そうだ、うん、しかも寒すぎるんでもう2月はやめましょうって言って、うん、そう3月で、うん、あれすごい新しかったなって思ったんですよね。だって私店出たじゃないですか、うん、もう一回入ろうと思いました、ね、そうやっぱり入ろうかなと。そうね、まあ僕はそれぐらい良かったんだと思ったんですけど、うん、いや本当にうまかった。だから佐藤さんがこう戻りかけてた時に全然別のこと考えてましたんで、ああこれ挑戦なんだと思って、美味しかった、うん、まあそういうようなですね、あのこの暦を使った、うん、あのまあ、新しい生き方じゃないですけど見つけるとかっていうのもこういう、ね、使うメリットがあるわけなんで、はい、あのこれに縛られるわけじゃないですよね、うんうん、これをきっかけとして何か新しいことが生み出されたりするっていう楽しさがあると、うん、まずはだってあの時、うん、暦見ながら話し合ったんじゃなくて、じゃあスパイスカレーにしましょうかなんつって、うん、
はい、じゃあこのメニューにしましょうかって言って、うん、あでも美味しかったですねっていう、なんて言うんでしょう、小読みの話をしてたんじゃないんですよね、うん、カレー美味しかったねっていう話からなんか、うん、ちょっとね言っていいですか、うん、コメント、はいはい、いいですか、読み上げさせていただきます。お願いします、はい、西金屋さん、あどうもありがとうございます、うん、金屋が参加しましたよ頑張ってっていう息子に対する熱きメッセージが今ポコンって出てきて、あのインスタグラムおじいちゃんから、ね、しかもですよ、金屋が参加しましたよってこう言っていただけるのがですね、ありがたい、すごい、しかも絵文字付きですよ、もう本当に明日も早いんだから早く帰ってください、早く寝てくださいよ、これ入って、うん、っていうか仲良しじゃないですか、しかもね最近金屋偉いのが、はい、2月の10日の、うん、はい、今週末の、はい、久しぶりでの東京イベントの、はい、告知も一生懸命頑張ってくれて、はい、見ましたよインスタで、うん、オンラインで、うん、そのイベントの告知をストーリーズとかでしてくれる、うん、77歳のおじいちゃんって見たことありますか、77歳の父親ですね77歳の父親って見たことはないですね、すごいですよね、うん、もう本当に心強い、うん、そう、しかもこのコメントのセンスがいいですよね、うんうん、金屋が参加しましたよっていういやありがたいことでございます、素敵な、あすいませんね、ということで、まあ、こういうですね、はい、うん、暦を使いながら、あ、うん、今月はこうなんだとか今年はこうだよねって言って、うんうん、ジュニア先生、まあ私はこうすごく、うん、雑な人間なもんですから、ジュニア先生がそういうのキーワードでいろいろ考えて、うん、じゃあか、ラーメン行きましょう、うん、いやラーメンないからカレーに、お、うん、じゃあそれも挑戦か、うん、言ったらこんなような新しい、うん、なんていうでしょう、1年の過ごし方がまた決まったかなみたいなのがあったりするので、うん、ちょっとそういうこのカレンダーのところだけじゃないところもね、うん、ぜひぜひこういろいろ見ていただくと、うん、この暦運をデザインするっていうことが、うん、なんとなくこう体感をしていただけるのかな、うん、なんていうふうに思いますんで、ぜひちょっとこの暦の違うページなども今度意識して見てみてください、ぜひ、はい、でその金屋先生のコメントの後に、はいはい、美香さんが、うん、巡り会えてよかったですねにっこり、そうなんですよ、うん、あれは、うん、発見でもあり巡り会いですよね、うん、あれそして巡り合い、うん、古いですよね、うん、昭和だ、うん、すいませんでした、でも佐藤さんが、うん、あそこまでハマったのは、うん、本当は松本以来です、ね、本当にうまかったです、うん、本当にうまかった、家庭のカレーとちょっと違うんですよね、グルテンフリーっていうのもありますし、あとインドカレーでもないんですよ、皆さん本当にたどり着くことができたならばですね、うんうん、食べて店出てまたもう一杯やっぱり食べて帰ろうと思うようになると思う、あのあと、うん、胃もたれありました、ないです、大丈夫ですか、ないです、ないです、油もね浮いてない、太田の双葉商店っていうスパイスカレーのお店なんですけど、うん、お近くの方はぜひ、はい、すっごい美味しくて、うん、はい、まあその後寒さでね、またそうそうそう、うん、ちょっと寒かった、帰り道も寒かった、寒かった、うんうんうん、今度行くんですよね、また3月でしたっけ、はい、行きます、はい、もうちょっと暖かくなったら今度行きます、はい、ということでおすすめです、はい、はい、これが一つのまあこういうような話を時々するんですけど、うん、実はそういう暦を使ったようなこうエピソードなんかも話していきますんで、それで何かしら気づきを得ていただけたならもっと楽しく過ごせるかなと思いますので、ちょっとこう耳を傾けていただければと思います、はい、コメントが入っております、はい、アイスモナカさん、こんばんは、よろしくお願いします、ありがとうございます、4月に基地方旅行に行くのですが、うん、その際愛用していたもの、うん、お気に入りだったけどさすがに古くなったハンカチなどを基地方で処分するのはありでしょうかということで、超ありです。あ、超ありっていうことで、うん、はい、で。それが基地方位であるならば、もう本当にそのまま、あれはどうかなと思うんですよ。コンビニのゴミ箱に捨てちゃうとかっていうのはどうかなと思うんですが、例えば宿でとか、あとしかるべき場所で、基地方位の範囲内で自分の愛用していたものを捨ててくるっていうのは、とても運がいいことだと思います。
なるほど、うん、ということなので、うん、ありということで、お返しをさせていただきたいも、うん、と思います、はい、で皆さんも引き続きチャットの方に入れていただきましたら、うん、全てどんな内容でも、うん、回答いたしますんでどんどん言ってください。お待ちしてます、はい、でですね、はい、早速我々、はい、実はコツコツと、うん、今年の一番運が動く4月、うん、4月、はい、ここの吉報旅行の計画を立ててきたわけですよね、うん、もうコツコツって今おっしゃいましたけど、うん、本当に今月先月じゃないですもんね。もう去年からそんな話ずっとしてました。そうですね、はい、日付はもう早々と設定して、うん、4月の22、23、はい、でも日付だけ抑えたんです、はい、そっからがねなかなか決まらなかったんですよね。そうです、うん、でまあここでちょっと通な方がですね、うん、おうおう4月の22、23といえば、うんうん、これちょっとなんかグレー色しちゃってんじゃないの、うん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 、でこうグレー色しちゃってんじゃないのっていうようなことで、これ土曜ですよね、うんうんうん、ただ事前に決めているものは全然問題が問題なしないとですね。土曜中でも吉方位旅行の吉方位の効能はあるということですので、はい、それで22、23で我々が計画をしていました。はい、はい、で最初あでも本当に、うん2点、3点、4点ぐらいしたんですよ、うん、最初は我々意外に頭なのが東京って観光したことないねっていう。ああそう最初東京だったんですよね。そう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 、うん、からの海鮮もいいねってなって千葉、千葉で千葉前に来ましたよね。もう何度も行ったことある、うん、って言って、うん、三浦とか三浦半島か神奈川、はい、とかそっち側にしますかってことまでは言ったわけですよね。そう2人でその地図を見ながら、うん、あ三浦半島も2人、まあ、割と住んでる場所が離れているので、うん、2人共通の基地方位っていうのを探した時に、あ三浦まで行けば共通の基地方位ですねとかってなって、うん、じゃあ佐藤さん三浦だったらどこを行きたいですかってなって、うん、マグロですかね、うん、とかそうそう、ただそうすると都内をこう通らなきゃいけないとなるとね、そう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 、高速道路が混んだらどうしますかねなんて話をしていたら、前提がバイクツーリングで、そう原点は何だという話だったんですね。走りを楽しむんだろっていう話に我々が行き着きましたね。そうあのね僕もねうすうす気づいてたのが、うん、じゃあ富津かとか鴨川勝浦かとか、うん、三浦かって言ってでもこうあんまね佐藤さんがピンときてないんですよ、うん、気づいてます気づいてたんですね。そうそうそう、うん、マグロですよとか言ったところで、うん、なんかピンときてなくて、うんまあ、要はどう行くか、うん、を考えてたバイクで、そう高速でどこまで行ったら、でもこれ全部高速だったらずっと直線番長だなとかね、そう、うん、そういうのを考えてたんです、ね、行ったら、うん帰ってこなくちゃなんないじゃないですか。そう帰りどうすんだっつう。で、あんま千葉からのバイクでの帰り道であんまいい思い出が。あの過酷なね。そうそうそう。そう過酷なあの千葉からなんか、うん、何を思いついてしまったのか、うん、茨城まで上がって、うん、そっからあれは何道でしたっけ。常磐道か。圏央道ってやつ。いや途中から、うん、あの悲惨だったのは北関東道です。あね、うん、まあ何が大変だったかというと、うん、あのパーキングとかサービスエリアがなかったんですよね、はい、あともう道もボコボコしてるし、うん、で雨降ったんでしたっけ。そうなんですよ、ねまあ、過酷なねそういうのがあって帰り道もどうやって帰るかっていう方が気になってたわけです、うんうん、そうなんですよね、うん、そこで佐藤さんがポロッと言ったんですよ。あの全然もっと近くても道が楽しめればいいですねみたいな話になって、そうですよね、そうバイ、あ違うバイクで楽しめればいいじゃないですかっていう話になって僕が思い出したんですよ。2024年度の目標に場所の開拓もいいけど道の開拓もいいよねと思って、なるほどなるほど、それも思ってたんですよ佐藤さんに言われる前から。でもほら基地方位旅行の話してるから僕はどこに行きたいですかっていう場所の開拓のことしか、はい、でまた、まあ、知識に縛られてるから2人にとって
父方位の町はどこかっていう頭しかなかったんですよ、うんうんうん、その道中の道ではなかった、ね、ない、うん、ここは父方位になる、うん、みたいな考え方で、でもその佐藤さんから一言言われた時に、そうだそうだって、走ってて楽しい道を開拓すること、その先に目的地があるわけじゃないですか、うん、これがですね36ページの下、うんうん、挑戦者や開拓者に祝福を冒険する者に花向け、うんうんうん、というような、まあ、ここにですね書いてある、まあ、それが開拓とか、それがジュニア先生にとっては道の開拓も育ったんだと、そう、うん、そこからきっかけとして出てきたのが、まあ、一応は基地方位の範囲内だったんですけど、うん、多摩はどうかとか、そうそうそう、あとは高尾山はどうかとか、か多摩だったら奥多摩もあるよねとかっていう風になって、佐藤さんから出てきた言葉が相模湖だったんです、うん、なんかちょっともう少し走ろうとすれば相模湖かな、うん、なんていう話だったんですよね、うん、相模湖皆さん行ったことあります？うん、まあ、神奈川のお子様連れとかはあるのかもしれないですけどね、そうなんだ、なんかレジャーランドみたいなのがあったような気がするんですけど、一応だからスポットとしてちゃんと開発もされていて、うん、道も綺麗で、うん、で、あの調べて知ったのはホテルもちゃんとあるし、うんうん、観光スポットもあるし、食べ物屋さんもいっぱいある、うん、相模湖だって話になりました、うん、そうなりましてね、相模湖に行きたかったんじゃないんです、うん、紆余曲折を経て原点に戻ったのがバイクを楽しみましょう、うん、そのスポットとして相模湖が基地方位になる、でその道中の道もとても素晴らしい、うん、ってなってたどり着いたのが相模湖、結果として新境地の開拓でございます、うん、もう実は私の新境地でしたね、修学旅行で相模湖ってあんまないですよ、林間学校とかもね、うんうん、あっても、うん、修学旅行ではないっていうのと、うんうん、あ、ちなみに行ったことはあります、うん、相模湖ないです、多分、あ、多分、あの私神奈川出身なんですけど行ったことないと思います、うん、うん、あ、もちろん僕も、うん、地図で初めて聞いたことはあったかな、相模湖というワードを、うん、どこにあるかも分かんないし、うん、もうどの方位に当たるかも全然分かんない、はい、さ、でも、もう楽しくなっちゃって、うん、あ、そうだそうだ、これが基地方位旅行計画だって、うん、あれめっちゃ感動したんですよ、で我々、うん、あそこでバーって決まって、うん、目的地が相模湖だったんですよね、相模湖になりました、でその道中が奥多摩を抜けるっていうね、うんうんうん、またね、いい道がね、あそこら全部山じゃないですか、そうなんです、しかもね、さすがのね、都内、うんうん、道がね、うん、よろしかったです、もうそれは税金の額が違いますから、うんうんうん、だからまああそこは、うん、ゆっくり走っても楽しいし、うん、で、それをやりながらどんなに遅くなっても相模湖には、うんうん、ちゃんとチェックインの時間が現実的な時にできると、うん、渋滞もないし、うん、そう、うん、で、なんだったら帰りなんて逆方向でまた同じ道通ったっていいわけですから、うんうん、というようなことで我々のですね、4月の基地方位旅行っていうのが相模湖になったという、うん、こういうちょっとこう、なんですかね、今のジュニア先生の経緯を聞いていただくと、うんうん、今年のテーマにいろいろと合致をしているなっていうようなお話でございます。まあ、それもこれもやっぱりどこ行きますって自分で考えるだけだとなかなか難しくって、うん、どこ行きますどこ行きますってなってから、うん、その最初から一発で相模湖引いたんじゃなくって、うん、本当に紆余曲折、僕だって東京の湾岸の朝のホテルビュッフェが話題っていうとこまで調べました。なるほど。あとは屋形船に乗ろうかとか、屋形船、うん、あ、東京のね、そう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 、ね、うん、なんかいろいろそんな話までして、あと、うん、あと千鳥ヶ淵でボートに乗ろうかとか、うん、だからなんかバイクが移動手段ではなく、うん、やっとまた原点に戻る、そう、原点原点、うん、あのバイクの移動が
楽しいという。そう言われてみれば最初はそういう風にしてたんですよ、うん、実はね今話してて、うん、一つその挑戦とか開拓っていうことであればということで、うんうんうん、私今思いついちゃったことが一個あります。ほう、なんだろう、相模湖でボートに乗るんかな。待ち合わせをね、うん、花園にするわけですよ。花園に、うん、まあこれは一つのアイデアですよ、うんうん、ハーレーダビッドソンとホンダのレンタルができるところなんですよ。ほうん、新境地の開拓っていうと、うん、アメリカ乗ったことないじゃないですか。ああ、なるほど。わかります。うん。アメリカン乗ったことないのにアメリカンのことは語れない。うん、確かに。うん。で、うん、ホンダのレンタルでは、うん、アドベンチャーバイクって言ってああいうこうちょっとこう、うん、なんですか、うん、あの長距離行く旅行行くようなバイクだったり、うん、まあもちろんアメリカンもあったりだとかするわけですよ。うんうんうん、だから花園まで。うん、行って、うん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 、そこでレンタルをあえてして、なるほど、乗ったことのない形のバイクで基地包囲をして、うん、そこでレンタルの返却をし、なるほど、帰るっていうのもこれ新境地の開拓になる挑戦になるんじゃないかなって、まあ確かに思ったわけです。確かに。うん、まあちょっとそれをね、あのこの後話してみようかなと思うんですけど、うん、でもとにかく話してると、うん。そうで ここをね、うんうん、あのこれいいですかね、まあ要はここの今年のテーマっていう、うん、要するに今年のテーマっていう言葉ですよ、うん、運が一番動く時っていうのはもちろんこのテーマがすごく動くってことですよね。と言ったら挑戦とか開拓とか自分史上初とか、うん、事前とか、うんうん、挑戦する理由とか、うんうん、前向き、うんうん、こういうのをなんかああそうするとこれも考えられるねみたいな、うんうん、はい、どうでしょう、うん、皆様のこういう基地包囲計画作戦会議、そういずれにしてもこうやって、うん、あのやるやらないをそこでジャッジしてしまうから話が止まっちゃうんで、うん、こんな感じなんですよね、ずっと話をしていて、うん、もう佐藤さんこれでこれでこうだから何月何日にこうですじゃなくて、うん、こういろいろ紆余曲折を経てじゃあ2月にはもうどんどん決めていきたいですよねって、うん、ようやくそこで答えが定まってくるっていう流れを皆様に知っていただきたくて舞台裏をご紹介いたしました。はい、こんなような基地包囲一緒に行く人とこんな風に話していれば、うん、また一つ面白いのかなの例ですよね。おっしゃる通りで、これ1年間全然持ちますから、うん、はい、うん、だから基地方行ったら、うん、だいたいジュニア先生と基地方旅行に行くわけですよ、うん、行った帰りに、うん、来年の基地方いつにしますかねっていう決まってますからね、それはね、そうそうそう、あのどこは決まってないけどね、うん、日付だけ決めとくっていうのはよくやりますよね、うん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 、そういうのがあってようやく僕たちは運をデザインってかっこいい言い方しちゃいますけど成り行きに任せるんじゃなくって、うん、そういうコミュニケーションや大体の予定をしてようやく未来が作れていくのかなって思います。ぜひ皆様計画から楽しんでいただければ、それもまるっと全て基地包囲旅行なんですね、うん、そう、効能もうだってもう僕相模湖割とあの時に、うん、中華料理屋さんあるんじゃんとか、はいはい、あれでなんかね、うん、もうトリップが始まってるというか、うんうん、楽しかったんですよ、うん、でも私なんてあれですよ、事前に道まで調べに行っちゃいましたから、うん、もうね2回別コースあ ここだったら、うん、ジュニア先生のあれでこういけるなとか、うん、あ落ち葉少ねえなとか、うん、もう全部それまでやっちゃいましたからね、うん、下見に行ってくださったんです、うん、下見行ったって当日は全く別の気持ちで行けますから、うんうん、はい、またそれだけね複数の道が整備されてるんですよね、うん、そうそうそう、はい、でいきなり行ってね緊張だけしていくっていうのはあれじゃないですか。確かに。だから知ってるで逆に知ってる人間が、うん、走ってるっていうと安心じゃないですか。バイクの前、はい、特にね。おっしゃる通り。おっしゃる通り。ということで。しかも10年前の今回とは違う、はい、スマホナビが常に使えるっていう。これはですね、うん、画期的ですよ、うんうん、まあ、だって単純にスマホホルダーをですね、うんうん、手に入れただけなんですけど、うん、あれは素晴らしい。前回の三匹の年は、うん、僕まだガラケーだったりとか、うん、佐藤さんもスマホあるもののつけてなかったりとかして、うんうん、
割とあのよちよち歩きのツーリングだったんですよね。なんかね常に心配になるんですよね。ここまで来ちゃってよかったんだっけとか。そうそう、うん、それって無駄な神経なので、私はあの素晴らしいものをちょっと手に入れさせていただきました、うん、はい、うん、ぜひ皆様この話も参考に、あと4月ですから、うん、今日もう2月ですからね、はい、はい、あと2ヶ月、はい、はい、ぜひぜひ計画をしてみてください、それではあのコメントいただいてますんでいきます。お願いします。アイスモナカさん、ほっとしました、回答ありがとうございます、うん、あの先ほどの基地放流でっていうことですね。はい、俺と尚子さん、ただいま間に合った、あ、ちょうどお帰りいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。セブンジー直江さん、はい、今年はスマホも新しくしたいなということで、うんうん、スマホだけじゃない、スマホケースもお気に入りを見つけられると最高です。スマホケースっていろいろあるんですよね。いろいろある。僕はあれ好きでしたよ、佐藤さんの前の。あの側だけです。そう、あのすごい最新っていうかすごいいいやつ、うん、あれ好きでした。そうなんですよね、うん、あ、最近ああいうのないですよね、側だけって。ああ確かに、うんうん、やっぱり本体に傷つけたくないですかね、うんうん、あと本体もガラスコーティングされてて割れちゃうようになってる。今この裏が割れちゃう。そうなんですか。ここ割れるんです。へえ。でもね今、うん、ガラケーに戻りたいって気持ちは結構ありますよ。あ、確かに、うん、なんかあの電話だけの機能のものが1個あったらいいななんとも思いますけど、うんうん、とりあえず今年はスマホも新しくしたいなということで、スマホ、うん、スマホケース、はい、あ、両方いいです、私の知ってる方は、うん、あの今までこういうのだったんですよ、うん、なんか急にね、うん、商用になった人がいるんです。あ、誰ですか。ね、私の身近な人でジュニア先生もしてる人なんですけど、うんうん、なんかあの、うん、それでねすごいいい気分になってるんですよ、ね、あのね、でも僕もそうなんですけど、うん、あのスマホストラップおすすめですよ。あの落とすことがなくなりました。僕しょっちゅう落とすんで。なるほど。いやでもすごいそれだけでだってテンションだだ上がりだったんで、うん、さっきジュニア先生がケース、うん、っていうのはすごくあの実際の事例としてありますので、うん、おすすめですよ、ね、スマホはそのままでもスマホケースを変えるだけでも全然テンション、うん、もう暮らしがアップデートされます、うん、ということで、セムジン直江さん、スマホも、うん、もちろんケースの方もそうそう両方見つけられるといいと思います。はい、俺と直子さん、土曜日講座楽しみにしています。ありがとうございます。2月の10日の金谷先生のですね、はいはい、東京でやりますので、詳しくは、はい、どこを見れば分かるんだろう。僕のブログ、あ、ジュニア先生のブログを見ていただくと、はい、案内がありますので、まだ間に合いますので、はい、もしあれでしたらぜひぜひ、あのこの画面越しではなく、うん、私も運営側として、うん、当日はお邪魔をしておりますので、うん、皆様にもしお会いできるようであれば、うん、あの楽しみにしております。あとここだけの話ですが、先ほどのミーティングで決まった、うん、あの立ち占い、立ち占い、そうだ、1分100円の立ち占いも会場内にて開催しますので、ぜひ皆さん100円玉を握りしめて会いに来てください。5年ぶりの、うん、実際に開催される、うん、東京で開催される催し物になりますんで、うんうん、興味本位で、うん、あの来ていただいても、あの生ジュニア先生とか生金谷先生がいて、うん、生金谷先生による、うん、これがですね、うん、5年間封印されていた、あの、うん、もうほら文字通り封印ですよ、やっぱり、うん、封印されていた。なかなかね、そういう時代がね、ちょっと、うん、心配 でそれが解禁されるんですよね。解禁、5年ぶりの久しぶりの東京です。サインね、うん、金谷先生のサイン、そう、あの、うん、金谷先生のサインは、うん、金谷先生もあのかなり力を入れて、あのこの番組も見てらっしゃるみたいなんですけど、うん、かなり力を入れてらっしゃいますんで、うん、そのサインをサインペン1本じゃないですよ、3本ぐらい買ってますからね。まあすごい気合が違います。気合が違いますからね、ぜひぜひ。あとこれ、うん、本当に冗談じゃなくて、うん、まあ、2024年で満78歳になるんですけど、うん、じゃあ来年も再来年もあのみんなに金屋に会ってもらえるかなっていうと、絶対それって当たり前のことじゃないなって思いまして、うん、でもやっぱ金屋には会ってほしいんですよね、みんなに、うん、まあ、インスタグラムもやってるし、うん、この間 YouTube もやりましたけど、うん、やっぱ画面だけじゃない、会って
もらった方が運が良くなるなと思いまして、我々だって、うん、1秒先の未来なんて分かんないわけですから、うん、まあ、あのそういった実際に会えるというものを5年ぶりに開催しますんで、うん、もしご興味のある方はジュニア先生のブログに詳細書いてあります、はい、申し込みはまだ受け付けておりますんで、はい、ぜひあのもし時間が空いていたらちょっと興味本位にあいつに会いに行ってみようかな、うん、みたいな感じで来ていただいてもいいかなと思いますんで、うん、よろしくお願いします。ちなみに増田さん残りあと 10席お残りあと10席でございます、はい、お待ちしております。お待ちしております、うん、で、佐藤さんメガネ変えたって、はいはい、変えました。変えました、2024年1月の1日の気の入れの日に何かを、うん、新調した方がいい、うん、言った、もっと何か考えろっていう話だったんで、うん、私何にもなかったんですけど、うん、そういえばメガネ、うん、ちょっとこう度数が合ってなかった、うんうん、ということで、うん、メガネ新調いたしました。この間のツーリングで早速落として傷がついてました。はい、あのフルフェイスだったんですよ。あのヘルメットかっこいい、うん、はい、そうね。でこれをバイクの上に乗っけてやってたら、うん、ガシャガシャーみたいな、うん、早速ここに傷はついておりますが、うんうん、まあ、これでやっと私のものになったんだと。そうそうそう、砂糖印がついた、つきましたんで、メガネ買いました、うん、気づいていただきましてありがとうございます。はい、続きまして梅子さん、はいはい、友人の弾き語りライブの企画を立てて、うん、4月19日に開催に決まりました。あ、素敵。初めて企画しました、うんうん、暦の4月のタイトル開拓を気に留めて、うんうん、気に留めて、うん、1月の土曜から計画して2月4日に決定しました。素晴らしい。暦がなかったら日程決められなかったです、うん、ありがとうございます。おー、ありがとうございますということで、梅子さんにもう一つ、2024年新境地の開拓という運勢の中には情報発信とか告知とか宣伝とかっていうのも含まれているので、こっからは3ヶ月間告知の旅でございます。はい、あのやりますっていうのを決めるだけじゃなく、やりますと言い続けるのも合わせて頑張れると、あの当然イベントに関しては告知付きものだと思うんですが、その告知そのものが新境地の開拓であり2024年の課題になるので、告知も頑張っていただけると素敵ですということでございます。梅子さん、梅子さんに届けという形で、はい、で、ただ一つ、はい、残念なのが、うん、ライブ会場が今年の全員共通の強法院の東なところです、うんうんうん、なので丁寧にことを進めていこうと思います、うん、ということです。全然、あえて言う、東が強法医だからそのライブ会場は運が悪いという意味ではなくて、もうそこでやるのは偶然の必然、そこでやりましょうと。ただ東なので25ページちょっと待ってくださいね。はい、暦をお持ちの方は25ページをご覧ください、衝動買い、無鉄砲、口論、この3つだけ注意。まあ、衝動買いはちょっと考えにくいと思うので、あのレジャーじゃないので、無鉄砲と口論だけ注意していただければ、それであとは気にせずそこでみんなでやればいいと思います。決して強法位に行ったからものすごく運が悪くなるということではございませんので、うんうん、そこで起こりうることが想定できてれば、そう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 、っていうことですよね。でもライブとかだとテンション上がって無鉄砲であるとか、はい、いろいろあって、まあ、口論もありそうですよね。あの自分たちだけじゃなくて顧客なんてもいるときに無鉄砲と口論だけ意識していただければ、他に何一つ気をつけることがないので、そこだけ押さえておけるといいと思います。でも口論から生まれるものってあったりしますしね。だからあの意見をぶつけるっていうのは全然ありだと思います、ですよね、うん、だからまあ口論が起きやすいとしたら、まあ口論起きやすいんだなと思って、うん、そこで出たものが実は次のポジティブなものになる可能性もありますんで、うん、まあそんなものも含めて偶然の必然ってことですよね、うん、ここに決まったのが、はい、はい、ぜひあの楽しんでください。よろしくお願いします。はい、セブンジー直江さん、基地方位を確認するためのおすすめアプリとかございますか、うん、ってことです。おむすびコンパスです。おむすびコンパスです、はい、弊社特製の方位判定ツール、
なんですが、こちら基本的に有料になります。有料になります。そうすると無料のアプリっていうことであるならば、それこそ方位の愛好者の方が8割9割方使ってるんじゃないかなっていうのがあちこち方位ですね。あちこち方位、あちこちがひらがなで方位が漢字、あちこち方位で検索していただければ、そのままオンラインで使えるウェブツールとダウンロードして使うアプリもね、両方でいけます。で僕もつい先週かな、あちこち方位のアプリを見せても、僕はおむすびコンパスがあるので一度もあちこち方位使ったことないんですが、あちこち方位のアプリ見せてもらったらめっちゃ上手にできて、ただ上手にできすぎていて使い勝手悪いなって思いました。なるほど。いろんなね設定ができるんですよ。あ、いろんな流派の、いろんな考え方をチェックボックスを使うことで、いろいろ使えるのが初めての人には若干ちょっとどうやって使うんですかねみたいなのが難しいかなっていう印象ですが、僕にしてみればこれただで使えるの、あ、実際にはね広告、広告が出るね、がついているので、そういうのは無料とは言わないのかもしれないですが、でも未然に起きらずに使えるので、それはすごいなって思いました。ただあのアップルの地図でしたね。なるほど。今ね Google マップって必ず有料になっちゃうんですよね、あのページビュー数に。あれ、おむすびコンパスは有料でも使いたいとした場合、はい、どうするんでしょう。あの会員になっていただきます。何の会員でしょう。運をデザインする手帳、有機こよみのオンラインサロンである、大丈夫ですよ、運をデザインするこよみラボというところのラボの会員に、こよみラボの会員になっていただくと、そのおむすびコンパスが使えるようになります、はい、ということです。しかも何がいいって、 Google マップで、Google マップで使えてる、はい、使いたい放題です。 Google さんへのお金の支払いは全部西企画で行っております。ということでございますんで、ぜひそちらをまず検討していただいて、あとは、無料使えるものとすれば、あちこちがひらがなで、方位、はい、というのが漢字のものを、はい、ということになります。超有名アプリでございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、美香さん、はい、佐藤さんもいらっしゃる、うん、あ、そうなんです。私も、その場に大変申し訳ないんですが、いさせていただきますんで。佐藤さん、はい、どこら辺にいるんだろう。最初は受付近くにいるのかな。うん、まあ実は会場がですね、はい、エレベーターを上がって共用部分があるわけじゃないですか、このホールと廊下、うん、でここにですね、ずっと滞留してると、うん、施設のその使用の、うんうんうん、ルール違反になっちゃうんです、うんうんうん、なので会場の中に入っていただくとか、あとは何かご質問があった場合に対応させていただくようなフリーというような立場で、うん、私おりますんで、だから逆に言ったら、うん、佐藤秀光目印にして来ていただければ、ここが入り口ねとか、はい、わかります。エレベーターを出て、うん、あ、こっちの方ねっていうのをこう戸惑わないで済むっていうことですね。結構ね体も大きいんで目立つんでわかると思います。僕は会場内、はい、ジュニア先生は会場内の、うん、まあ、細かいところはあれですけども、うん、その立ち占いというものをしている場所におりますので、うん、私は普通に入り口の近くにおりますので、うん、もし見かけたらぜひお声掛けをください。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、セブンジーの下さん、はい、ケースも良いですね。そうですね、そう、はい、妻が土曜にスマホ落として、うん、液晶がクラッシュしました。あ、スマホを新しくしてケースもストラップ付きにさせましたということです。うん、やっぱりみんな同じですね。僕もそんな理由でストラップ付きにしました。しかもこのケースに関しては、軍用技術を転用したケースでございます。なるほど、いいですね。いいでしょう。いいですね。どう、だいぶ安心できるようになりました。私の前の iPhone はですね、うんうん、ケースと、あとここにガラスのやつ貼ってたんです。で、車で踏みつけましたね。そんなことってあります？え、
車で踏みつけました。スマホって車で踏みつけるんでしたっけ、まあ、とにかく一回落としたわけだ。ですね、なんかなぜそれをしたのか分かんないですけど、タイヤの上に置いたんです。タイヤホイールの中のタイヤの上に置いて。スマホってタイヤの上に置きましたっけ。いや置かないんですけど、ちょっと作業するためにそこに置いといて、で出発して、あれスマホはないなと思った時にピンときたわけです。それは怖いわ。ああ落としたなと思ってまた元に戻ったら、踏んでたんですが、さすが日本のね、こういうこのここに貼るガラス、ケース。あのケースって一緒に探したケースとはまた別のケース。いや同じだと思います。でその iPhone は7？違う。13。13。13 Pro。そしてものの見事にここにビャーってガラスの なってたんですよ。ビャーってなってたで、ガラスのこれだけなんですよ。すごい素晴らしい、本当に。すごい。だ意味があるってことですよね。意味、あれは皆さんに声を大にしています、意味があります。ガラスカバー、はい、ガラスカバーはね、意味ありますんで、まあそんなこともあったんで、皆様も落とさないストラップ、ケース、ぜひぜひお選びください、ストラップあればタイヤの上に置かないで済みますからね、もうね、なんであそこに置いたんでしょうね。いやもうそんなの、その忘れるって分かってれば忘れ物しないし、ミスるって分かってればミスったりしない、ということでですね、皆様にその優秀性をちょっとお伝えできることができて、最高、はい、よかった、ということでセブンディ直久さん、さすが奥様の、スマホを落とした部分、しっかりとケアをされてたということで素晴らしいことでございます。アップデートされました、暮らしが、はい、続きましてミカさん、はい、生金谷先生&佐藤さんに会えるのが楽しみ、私のことも思っていただけるなんて。ちなみに錦金谷に関してはサインだけでなく、写真もぜひとも一緒に撮ってやってください。あ、もうここでちょっといいですか、行っちゃって。行っちゃってください、はい。当日、なんとですが、あんまりないんですけどね、SNS 上げ放題、動画、写真、録音すべて OK というような、スペシャルな回になっておりますんで、金谷先生もねサインもしてで一緒に写真撮っていただけましたらですね、きっと金谷先生も喜ぶのかななんて、ここにはいらっしゃらないかもしれないですけど、一応言っておきますんで、錦金谷フリー素材なんで、はい、ぜひともあげてやってください、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ではですね、一旦チャットの方落ち着いてまして、はい、一人暮らしのですね、なんか今のご時世というか、ちょうど時期的に一人暮らしのアパート、マンション選びっていうのは結構多いというようなことで、それに対してこうちょっと伝えといてあげたいなというのがあるということだって、テーマが一人暮らしのアパート、マンション選びに関してです。おそらく3月、4月からの新生活を迎えるにあたって、今がまさに学生もそうだし、新社会人もそうだし、一人暮らしの家探してるはず。これがね、寮とかがあればそこで決め打ちになってしまうと思うんですが、その寮でさえ最近は一つの棟を全部会社で持ってるとかじゃなくて、持ちアパート、持ちマンションみたいな一室の中でっていうことが多いわけです。その時のアパートマンション選び方が時代としてだいぶ変わってきたなという印象があるので、3つ3点に絞ってお話ししたいと思います。昔はどうだったかっていうと、すぐ言い出したんですよ、仮想が、トイレの位置が、窓がって言ってたんですよ、いつの時代の話だって思うんですけども、まあ昭和の時代はまだそんな風にしてアパートマンションはここが強化層だとか、ここが鬼門だとか言ってたんですが、最近僕がみんな あの鑑定のご依頼を受けまして、単身者用のアパートマンションを見て、この家やばいなって思う家ほんと少ないです。ほんとユニバーサルデザインではないですが、みんなの経験値がしっかりと積み重なって出来上がったっていうのは平成以降の家だなって思います。しかも最近は新素材、新建材があったり、セキュリティもしっかりしていたりであるとか、防音、あとは断熱の機能もあって、まあ、結論何を言いたいかというと、仮想全無視していいと思います。
仮装ゼムシ。トイレの位置、鬼門、気にしなくていいと思います。じゃあ僕たちはこれからの時代、自分の運のために何を意識して家選びをするのかっていうと、ポイントが3つありまして、1つ目がアクセス。絶対アクセス、 100% アクセスって言ってもいいぐらいです。アクセスさえ良ければそれ以外の難点は気にしなくてもいいぐらい、初めての新社会人もしくは学生の最初の一人暮らしのアパートマンションはアクセス重視です。アクセス悪かったら運が悪くなると思っていただいて OK です。会社へのアクセス、学校へのアクセス、実家へのアクセス、スーパーマーケットへのアクセス、駅へのアクセス、もうとにかくアクセスが良ければそれだけでそこに住む価値がある。これはアクセスが一つ目。二つ目が治安でございます。治安が良い場所は地層が良い、治安が悪い場所は地層が悪い。治安を見ていただければその土地の層の良し悪しも分かるので治安でございます。ちなみに佐藤さんの中で治安を見抜くポイントって、真夜中の暴走族以外で何かあります？これはね、私のは参考にならないんですよでもあるもあるんですね、治安がいいか悪いか。私はもともとが横浜出身なわけですよ、うんうん、横浜って言ってもいろいろありますけどね。そうそうそう、京浜急行沿いだったから、うんうんうん、比較的治安が複雑なところが多かったわけですよ、はいはい、どうしてもね、まあ、港町っていうのはね、うんうん、で小さい時から、うんうんうん、このね危機管理アンテナだけはめちゃくちゃ高くて、はい、なんとなくここは危ないなっていう直感が、うん、結構当たるんですよ、うん、なので、うん、参考にならないのは、うん、私は大体歩きます、うん、その瞬間歩きます、うん、それ絶対重要、重要、うん、で夜も歩きます、うん、でそうするとね昼だけじゃなくてね、うん、暗いっていうところが多いところはやっぱり治安が、多分それは明度だけの話じゃなくて、うん、雰囲気もそう、うんうん、あとはそのまあごめんなさいね、綺麗にな道か、うんうん、なんとなくこう例えばゴミが落ちてるとか、うん、そういうのとか、うん、まあ本当にねちょっとあれなんですけど、自分の直感って大事にしてもらったらいいかなと思います。でも今佐藤さんが言ってる直感は霊感とか第六感じゃなくて、うん、じゃなくて実際に歩いてみて、うん、その目で道も街も見てみて、うん、あれっていう直感ですよね。そうなんです、うん、不動産って妥協なんですよ、うん、要するに何を妥協できるか、うん、完璧なものはないから、うんうん、でもその妥協をしちゃいけないところにその、うん、こうなんかアンテナが立つわけですよね、うん、それはやっぱ歩かないといけない、うんうんうん、よく不動産会社とかも言いますけど、うん、現場はやっぱり何回か歩かなきゃわからんよっていう、うん、そんな感じだと思います。で分かる、見るからにちょっとやばそうだなっていうのはもちろん治安が悪い、うん、ただじゃあ逆に言ったら夜女性が一人で歩く、しかもじゃあ田舎から出てきて、うん、夜の横浜を一人で歩く、うん、親と二人で歩く、うん、これはまあなかなかちょっと難しいものがあるのかもしれないってなった時に、一応三つ見どころがありまして、うん、一つ目がね、やっぱ公衆トイレでもいいし、コンビニやスーパーでもいいんですけど、トイレが汚いところはやばいっていう、民度がすっげえ現れます、うん、特にね、公衆トイレとかであらかじめ鏡が取り外されてるようなところはもう、うん、そういうところだなっていうのがね、うん、一発でわかりますね、うんうん、あと合わせてコンビニとかスーパーに行った時にはレジに行った人、レジ打ちの人の態度とかであれっていうのがやっぱ分かったりする、うんうん、さらに3つ目なんですけど、今とりあえずアパートマンションなどの集合住宅を想定した時に、うん、ゴミの集積所、うん、
場合によっては出されているゴミの種類で、うん、あれっていうのが分かるっていう、うん、あのメチルアルコールみてえなみたいな、うん、見たこともないようなでっかい焼酎のペットボトルが大量に出てたりするとやべえなって、うん、なるほど、うんうん、あのやっぱりねそゴミ捨て場って地層現れるなっていうふうに思います、うんうん、だから落ちてるゴミからあれって思うのも大切なんですが、ここのアパートの住民ってどんなふうにゴミ出してるのかなっていうのとかはすごい重要だな。場合によってはあのゴミ集積場のすぐその隣にはポストがブワーッとあったりして、そこにいっぱいあのいろいろなチラシが入っていて全然取る気配がないみたいなのもやばかったりするので、結局佐藤さんと同じで現場に行って見れば、ここいいな治安が悪いな治安がっていうのは結構簡単に分かるかなっていうふうには思います。これ2つ目のポイントです、はい、最後3つ目、これ絶対時期とか方位とかじゃなくて、だって時期はもう3月か4月入学区もしくは新年度が始まる前に引っ越しをする必要があると決まるんだからそれでいいんです。方位は会社や学校にアクセスが良い場所、そこが何よりいいんだからそれで決めればいいんです。そうじゃない3つ目のポイントとしてあるのが、あの近くにお気に入りのカフェがあるとか、近くに好きな公園があるとか、近くに素敵な並木道があるなど、その場所に自分にとって親和性の高い、要はお気に入りになるようなお店、スポット、場所、自然があるかどうかで決めた方がいいです。自分にとの親和性ってすごく重要だと思います。はい、はい、あのよく言うじゃないですか、地獄と天国があって、はい、地獄の方がいいっていう人と、知りませんね、うん、天国の方がいいっていう人がいると、うん、これはなぜかっていうと、うん、人を暴力を振るうのが好きな人は、うん、天国行ったら地獄なんですよ、うん、でも地獄行ったら、うん、自分にとっては最高の環境、だから親和性っていう部分って重要です。で、親和性のある店舗とかあるって、うん、イコール、うん、自分に親和性のある可能性高いですよね。おっしゃる通りね、おっしゃる通り、うん、なんかあなんかいいなっていうのって親和性じゃないですか、うん、もう本当にそう、うん、あのでそれを変に第六感直感を使ってここには光の柱が立っているとかじゃなくって、うんうん、カフェに寄り所を見つけたりとか、あの神社がいいなとか、うん、そういうの見つけられると素敵。ルイ友と言いますけどね、やっぱり同じような感覚の人が集まりますからね。おっしゃる通り、うん、ちなみに僕が東村山で家を探した時に、うん、あもうここでいいって決めたのが、裏に八国山っていう山と、うん、八国山病院っていうのがありまして、うん、要はこれがトトロの中に出てくる七国山、うん、もしくは七国山病院。私が今猫バスをやってたの気がついていただきましたか。はいはい、こうやってみたんですけど、そのトトロの舞台だったらしいんです、うん、なんかまさにそんな感じしますね、うん、そのね映画の中に出てくるような山の小道も出てきたりして、うん、あもうここでいいやって言って決めたのがその物件だったんですけど、うん、この何か自分の中でこの物件のトイレがとか玄関の位置があってそっちに焦点を合わせるんじゃなくって、その外にあるアクセスかもしれないし治安かもしれないし親和性の高いスポットかもしれないしを見つけて選んだ家は絶対運が良くなるからおすすめでございます。ぜひあの今のお話を総合的に言うとですね、うん、インターネットで物件の間取りだけ見て決めるんではなくて、やっぱり現地に足を運んでいただくのが一番いいですよね。間違いがない、うん、まあ、1日決めてね、その大体の場所はもう決まってるでしょうから、うん、あのその辺はこう不動産屋さんに行く前に歩いてみるとか、ね、うんうんうん、そういうの結構重要ですよね、うん、大事大事、うん、あと不動産屋さんは水曜日定休が多いっていうのも大事。見事最初の
最初の水曜日に行って、はい、どこも空いてなかったです。流れるって言ってね、部屋が流れるって、うん、水ね、はい、ただ私は思い出しました、一番最初の一人暮らし、ほう、あれは寮でした。ああ、それはもうだから寮しかないじゃないですか。月額6,000円、それすごいですね。帰ってきたら、うん、隣がグランドなんですけど、うん、砂が中に入っているとか4畳ないのかな、うんうんうん、寮ですね、うん、で、うん、ベッドが畳なんですよ、うん、で、畳のベッドって分かります、うんうん、で、目の前の壁に手つくんですよ、こうやって、うん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 、あれでね、うん、すごかったですね。僕の最初の一人暮らしは、うん、道を挟んで向かいが京浜東北線だったんですけど、うん、すごいですね、京浜東北線って。普段の電車って静かなんですよね、うんうん、真夜中に貨物列車が通るんですよ、うんうん、貨物列車ってめっちゃうるさくて、うん、真夜中中ずっと電車の音が鳴り響くっていう場所に過ごしてました、ね、いや懐かしいですね。懐かしい、うん、あの時の家の構造ってもっと壁薄かったし、ねえ、だって建築基準法がまず多分今と違うんですよ。でしょうね、全然違うんです。なんか下の食堂いつも間に合わなかったんですけど、寮母さんとかが、うんうん、炊飯器のご飯を盗み食いしてバレたんですよねもう成人してるのに、うんうん、まあそういうような思い出が今ふつふと蘇りましたが、うん、皆様には素晴らしい一人暮らしライフが始まることをね、3月4月から、うん、強く願っております、うんうんうん、素敵な家見つかりますよ、ね、未成年の方であればあれですよね、うんうん、ご両親がお父さんお母さんが一緒に保証人に、まあ保証人というかその保証会社で、うん、その保証になると思うし、契約主体が、うん、ご両親になると思うんで、うんうん、問題ないんですけど、はい、最近はあれがないんですよ、うん、昔、今はないと思うんですけど、うん、昔は、うん、ジネ先生が私を父親とするじゃないですか、うん、で私が借りようと思ったら、うん、保証人父親とか全然 OK だったんですよ、うん、今はもう保証会社じゃなきゃいけないから、あこっちの信用もいまいちになってきてるんで、そうで保証会社の場合は、うん、まあ、例えばなんかよく言われてますけど携帯電話の支払いが1回でも滞納すれば、うん、なんかちょっと苦労がつくとか、まあ 信用ですね、結局大家さんが取りっぱぐりがないようにするわけじゃないですか、うんうん、だからぜひですね、そういう借りるときに何かあっても、うん、なんだ私はどうしようもない人間なんだなと思わないでください、うん、その会社によってめっちゃ厳しいところもあれば、厳しくないところもあって、いろんな会社があるんですよね、本当にそう、なんですけどこの物件はここしかないよとかってあるので、うんうんうん、そういう自分がダメなんじゃないかなって思っちゃわないようなことだけは審査に外れてもね、意外とね、意外と通んない人多いんですよ、うんうんうん、ということで、うん、それをお伝えさせていただきます。はい、では、はい、一人暮らしのアパートマンション選び、はい、重要なポイントとして治安と親和性と治安親和性、うん、この3つを、ぜひぜひちょっと考えながらやってもらえればと思います。はい、はい、コメントいただいてます。はい、有吉さん、はい、こんにちは、いつも楽しみにしています。ありがとうございます。一泊です。はい、質問です。はいはい、今年の一泊の位置には、うん、案件札で邪魔が入ると本や動画で見るの、うんうん、邪魔が入ると本や動画で見るのですが、うんうん、西先生のご意見を聞かせてもらいたいです。よろしくお願いいたします。まずね、邪魔が入るっていうことは一泊水星の人だけ固有の運勢ではないと思います。だから時刻土星や三碧木星の人には邪魔が入らないなんて運勢はないと思います。で、それを案件札っていう運勢だけで判断するのもとっても非現実的な精度の低い鑑定であると思います。そういう鑑定方法があるというのは認めます。でもその鑑定方法は精度が低いと思います。その証拠に四六木星、五土星、六白金星でもちゃんと2024年は邪魔が入ります、断言してます。で、その時に気になるのが
案件札であるということではなくて、案件札ということはその反対側、対中っていうんですけど、1の反対側に5っていう数字があるんですよ。この5が持っている意味合いが、問題と向き合うとか、トラブルから逃げないとか、自分自身が抱えている潜在的な弱さであるとか、苦手意識みたいなものを放置せず、しっかり対処していく、対応していくっていうのがあるんですね。そうするとそれって邪魔かっつ話なんですよ。なんか問題が起きました、それ邪魔かっていう話。いやいや、それは解決すべきあなたの課題だから逃げない方がいいですよ。なぜならば案件札だからじゃないです。5が対中してるんだから、しっかりと逃げずにその問題と向き合いましょうという解釈はあります。他の人たちは無理な苦労なんかしないで、なるべく問題を回避していった方がいいと思います。でも一泊水星の人は対中五黄土なんだから、しっかりと問題から目をそらさずに向き合って突き抜けましょうっていうのはあるので、そういう意味で邪魔が入りますじゃないです。問題から逃げずに向き合っていきましょうとご提案するのが有機小読みなりの解釈の仕方でございます。いかがでしょう。ということで、ジュニア先生の見解というのは、うん、このような形になりますので、案件札ということを気にするよりも、対中にある五黄という意味合いを持って問題から逃げない、そうすることで実はいい方向に働いていくというようなことで、おっしゃる通りでございます。考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、チャットの方が一旦終わってますので、はい、最後のご案内になります。はい、ただこの最後のご案内の最中にまた、あ、これも聞いておきたいなとか、これも言っておきたいなっていうのがございましたら、それをしっかりと入れていただいて、最後の最後まで全て回答させていただきますので、まず最初に最後のご案内をさせていただきます。次回のライブ配信というのは2024年3月の6日、同じく第1水曜日になります。皆様もしご予定がありつきましたら、ライブで配信していただいて、私たちと会話していただきます。していただければありがたい、はい、でもし無理な場合はアーカイブで必ず残っておりますので、こちらのチャンネルから、探していただいて見ていただくのが、はい、見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。で、忘れそうな方はチャンネル登録をしていただければ、ただ通知がですね、来てもわからないかもしれないですけど、チャンネル登録、1000人を超えました、我々1000人を超えて思ったことが、単純に嬉しいと、いうことがございますので、おかげさまです。はい、チャンネル登録を押していただければと思います。はい、今日の配信面白かったよ、とか、お、こいつら2人に何かしらいいねってやってあげたいなと思ったら、この下にですね、このいいねっていうボタンがありますんで、これをポチッと押していただくと、私はたちは素直に嬉しいという形になっております。今お願いします。はい、では最後、あ、ですね、はい、コメント入ってます。美香さん、はい、さすが、ジュニア様、何がだ、いや、今の回答の方法、本当、一泊水星か、そう、案件札っていうこと、有吉さんじゃない美香さんが、おっしゃってたのは、その、まあ要するに単純に案件札は何だろうっていうことではなくて、体中にあること、それとそれに対応することによって実は、いいことだよっていうこと、もうそういうようなことがさすがですね。いや、でもこの世界って鑑定方法っていっぱいあるんですよね。いっぱいありますね。本当に何でも鑑定できちゃえるんです、この人が相性がいいか悪いかであるとか、病気になるとかならないとか、それら鑑定方法があるっていうのはみんな誠実で真面目にやってるんですけど、その鑑定の精度よっていう話になりまして、精度の低い鑑定方法に関してはそんなに気にしすぎない方がいいんじゃないかなっていうのが僕からの印象というか、西企画スタイルでございます。はい、美香さんがおっしゃっていただいたので、さすがジュニア様ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。有吉さん、ありがとうございました、安心しましたということで、安心してください。ただ試練の年であることには変わりないんで、問題と向き合うっていうのはね、でも問題と向き合うってね、いいですよね。いい、いい、だから後からね、積み重なってくるよりも、ちょうど向き合える時にちゃんと向き合えると、解決できるんですからね。できる、うん、ちなみに西企画式というか西金屋式の
いいなって思うところが、うん、まあ、体中5とか5が自分の運に絡んでくるときには問題から逃げずにしっかり向き合いましょうって言うんですけど、そうじゃないときには逃げた方がいいよっていう年もあるんですよ、うんうんうん、人生とは常に問題と向き合うことだっていうスパルタンな意味じゃなくって、体中してるときはそうだね、そうじゃないときは余計な苦労はしない方がいいよっていうときもちゃんとあるから、フェアでいいなって思います。なるほど。ということで西企画の考え方をもしお気に入っていただきましたら、はい、ぜひこの考え方とこちらの暦で、楽しく運をデザインしながら、生活していただければと思います。それでは、コメントの方も終わっておりまして、最後のご案内も終わりました。2024年、はい、最初の、YouTube ライブ、今年も1年間ここでお世話になっていきますんで、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、今日はマウスがあるなのでお話しします、ね、はい、ありがとうございます。2月の10日お待ちしてます。あ、私もお待ちしてます。